田中村田中村から1942年7月5日は、明治から昭和期の法学者、実業家、政治家、家族、衆議院議員、伯爵、旧姓、岩上、井原。土佐藩士、井原上がるの次男として、高岡郡、佐川村に生まれ、1888年、元老院議官、田中光明の養子となる。養父の隠居に伴い、 1932年8月15日、伯爵を就職した。1891年、フランスに留学。エッキス文科大学、同法律大学で学び、1898年、ドクツール・ドロワの学位を取得。さらに、パリ法科大学で学び、1900年、ドクツール・ドロワ・イシャンス・ポリチック・エコノミックの学位を取得。この間、 パリ東洋語学校で教師を務め、1900年、パリ万国博覧会付属万国学芸会議内、商工業教育万国会議に委員として出席した。1901年に帰国し、学習委員教授を嘱託され、ローマ法を抗議した。1902年8月、第7回衆議院議員総選挙で、高知県軍部から立憲政友会所属で出馬して当選し、 衆議院議員を一期務めた。1907年に設立された東洋コンプレッソルの取締役となり、以後、専務取締役、社長を歴任した。1938年距離の佐川町に人材育成のための小学会、菊水会を設立した。ありがとうございます。